50歳で世界を変えた男、安藤百福の名言集、インスタントラーメンが誕生するまで。こんにちは、ピロリンです。人生わずか50年、なんて言われた時代はもう過去のもの。50歳を目前にして仕事も財産も失った男が、そこから築き上げたのは世界の常識を覆すインスタントラーメンの発明でした。彼の名前は安藤百福。 NHK の朝ドラでも話題沸騰の波乱に満ちた生涯を数々の名言とともにお届けしたいと思います。料理好きな子供時代。日清食品の創業者でもある安藤百福は明治43年、日本の領土であった台湾で生まれました。幼い頃に両親を亡くし、兄弟たちと共に祖父母の元で育てられたといいます。織物販売業を営む裕福な家庭ではありましたが、とても厳しい祖父の下で子供たちはマナーや家事の仕方を徹底的に叩き込まれました。また常に職人が出入りする環境の中、商売を身近に感じながら育った百福は好奇心旺盛な少年へと成長していきます。高等小学校に上がる頃には妹たちの朝食と弁当を自分で作るようになっていました。台湾の豊かな食材、調味料や香辛料に刺激を受け、百福は常に新たな味の研究にも精を出していたそうです。その頃のワクワクを覚えていたのでしょうか、百福は後に、明日になれば今日の非常識は常識になっている、子供のようにいつもなぜと疑問を発しなさいと語っています。起業して間もなくの戦争。在学中より友人の推薦で秘書となった百福は、仕事の合間に様々な本を読み、22歳で起業を決意します。事業を始めるとき、金儲けをしようという気持ちはなかった。何か世の中を明るくする仕事はないかと、そればかり考えていた。そんな百福が目をつけたのは、当時まだ珍しかったメリアス、現在ではニットと呼ばれる製品です。父の残した資金を元手に台北で会社を起こし、翌年には日本の大阪へ移転。勢いに乗った百福は次々と新しいアイデアを繰り出しました。自らの足で歩き、自らの目で確認しなさい、そうでなければあなたの話には重みも説得力もない、そう語る通り、百福は社長自ら各地の工場へ足を運び、顧客と関わりながら独自の製品を開発していきます。そして繊維の原料となる蚕の餌にまで改良を加えようとしていた矢先のこと。日米開戦の知らせをラジオで聞いた百福は、もはや商売どころではないと大慌て。日に日に戦線が拡大していくさなか、知恵を振り絞った百福は軍用機のエンジン部品に手を出します。これが百福の人生を大きく狂わせる結果を招いてしまいました。突然の投獄と飢え。ある日エンジン部分の資材が盗まれ、通報を入れた百福、駆けつけた憲兵から自分で横流ししたんだろうと罪を押し付けられ、突然逮捕されてしまいます。留置所内での暴行は凄まじいものでした。腹部を殴打され、拷問を受け続けた百福は食事さえまともに与えられず、飢えの苦しみを味わったそうです。1ヶ月が過ぎた頃、知人の口添えでなんとか出所できた百福でしたが、とても商売どころではありません。そうして辺りが焼け野原と化していく中、疎開先の地で玉音放送を聞いたのでした。敗戦後、前年に結婚した妻を連れ大阪へ戻った百福が目にしたのは想像を絶する光景でした。とにかく食料がないのです。食べられるものなら芋のつるでも何でも口にしなければ生きていけません。そんな状況下で百福に強烈な印象を与えたのが、ラーメン一杯のために大行列を作る人々の姿でした。この時の体験は食足りて世は平らかという日清食品の企業理念にも結びついているのです。食の大切さを痛感した百福、転んでもただでは起き上がらない百福は新たな土地で製塩業を始めます。海水を干して塩を作り、さらには漁船でイワシを取り、干物にして売り出します。
売れ残った塩は近隣の人々に配りました。また若者を育成する学校を作ったり、高栄養価の病院食開発にも乗り出します。終戦から3年の月日が流れても、日本は依然として食糧難だったのです。さらに余剰物資の小麦でパンやビスケットが生産されていることを知った桃福は、日本人の口に合うのは麺類ではないかと厚労省に提案を出します。残念ながら誰からも理解されず途方に暮れる桃福でしたが、この時の決意が後に大きく花開くこととなるのです。私は専門家の言うことを鵜呑みにはしない、時には素人の発想が正しいこともある、素人だからこそ常識を超えた発想ができる。脱税容疑で投獄生活。この年、桃福は意外な落とし穴にはまります。桃福を慕って集まってくる若者たちへ小遣い代わりと渡していたお金に脱税疑惑をかけられてしまったのです。給与を渡しておいて税金を納めていない、そんな理由から2度目の逮捕となった桃福は長い投獄生活を送りました。2年後、ようやく処分が取り消され、再出発を図ろうとお日様の元へ出てきた桃福。知人に頼まれ信用金庫の理事長に就任しますが、またしても大きな不幸が彼を襲います。ずさんな経営実態が明らかとなり、あっという間に破綻してしまったのです。仕事も財産も失い、残ったのは借家のみ。妻子を抱え47歳で味わうどん底です。しかし桃福は諦めません。失ったのは財産だけではないか、その分だけ経験が血や肉となって身についた。どんな状況でも前向きに突き進む桃福の頭には、あの日のアイデアがまだ輝きを放っていたのです。世界初インスタントラーメンへの道のり。それはあの行列と余った小麦から思い描いた一杯のラーメン。この頃になると復興もかなり進んでいて、深刻な食糧難は過去のものでした。それでもなお桃福はラーメンの需要を確信していたのです。ここでラーメン店をやろうとしないのが桃福のすごいところ。家庭でもあっという間に出来上がる即席ラーメンを作ろう、それこそが唯一無二のアイデアでした。もちろんラーメン作りは今回が初めて。桃福は自宅の庭に建てた小屋にこもり、裸電球のもと体力の限界までラーメン作りに没頭しました。さまざまな材料を試し、麺を打ち茹で、失敗しては捨てる毎日。執念なき者に発明はない、一つ試みては捨てていく、考えて考えて考え抜け。粉にまみれた桃福は一心不乱に麺を作り続けました。チキンラーメンの誕生。ようやく理想的な麺が決まると、今度は味付けに取り掛かります。悩み抜いた末、スープを均等に練り込む方法を上路を見て思いつきました。難関だった保存の問題は、天ぷらを揚げている様子からヒントを得ました。そうして私たちのよく知っているチキンラーメンの原型ができていったのです。あとは大量生産をするのみ。即席麺の発想にたどり着くには48年間の人生が必要だった。過去の出来事の一つ一つが現在の仕事に見えない糸でつながっている。店名と呼べばよいのか、ここまで来てもなお機械で指を切断しかけるという桃福に当てはまる言葉があるでしょうか。なんとか家族の助けも借りて1日で400食を作成。桃福の類稀なる精神力と物事を次々と結びつける才能が実を結び、歴史に名を残す偉大な食品が誕生したのです。魔法のチキンラーメン。その後の躍進は圧倒的でした。誰も目にしたことのない奇妙な食べ物にお客さんたちの興味は釘付けです。お湯を注ぐとみるみる麺が膨らんでいく様子はまさに魔法でした。さらに試食した人々からは満面の笑みと驚きの言葉があふれたのです。チキンラーメンはあっという間に完売し、その高評価は海を越えました。乾麺と何が違うのか。値段のする即席麺は一部から酷評を受けることもありました。それでも桃福はこのラーメンの新しさを確信していたのです。ちょうどこの頃、欧米では女性が積極的に働きに出るようになった時代。
そして日本でも高度成長期と呼ばれる時代へ突入し、チキンラーメンのみならずインスタントコーヒー、家電製品が大流行していました。ラーメンを売るな、食文化を売れ。インスタントとは即時即刻瞬間という意味である。してみるとインスタント食品とは時間を大切にする食品ということになる。時代のニーズはまさに家事の簡略化を求めていたのです。その後も類似品の出回りなど数々のピンチを乗り越えながら、ももふくの進化は止まりません。私は眠る時もメモと鉛筆を枕元に用意する。あなたも四六時中考える習慣をつけなさい。日夜研究と観察を続けた結果、今度はあのカップヌードルの発明が彼の頭をよぎります。今では当たり前の発泡スチロールカップも当時の技術では難しく、ももふくは130種類ほどのサンプルをいつでも枕元に置いていたそうです。こうして全世界にその名を轟かせたインスタントラーメンは、後の大きな事件や災害時にも温かい食事として多くの人々に振る舞われました。ももふくの挑戦は最晩年まで続き、2005年には宇宙食の開発にも着手。毎日チキンラーメンを食べていると語ったももふくは、亡くなる直前までゴルフを楽しみ、情熱を失わないまま96年の生涯を終えました。いかがだったでしょうか。ももふくは人生に遅すぎるということはないと言い切ります。そう話す通り、決して一つのことを追いかけた人生ではありませんでした。起業家にとって情熱も必要だけど、意外に大事なのは係数感覚です。ももふくが大切にしていたのは、信じ続けることではなく徹底的に現実を突き詰めていくことでした。失敗するかもしれない事業に執着して種のない土地に水をまいていたわけではないのです。ダメな時はすぐに撤退する勇気を持ちながら、一つずつ自分のアイデアを形にしていったんですね。安藤ももふくの残した言葉はきっと新たな世代を支える大きな力となっていくことでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。さて、お湯沸いたかな？